皆さんこんにちは。中学生のためのプログラミング講座です。今回は Figma 入門編の第3回です。前回に続いて Figma の基本操作について勉強しましょう。Figma のホーム画面からニューファイルのタブをクリックして前回作ったニューファイルの編集画面が開きます。キャンバスには前回作った長方形のオブジェクトが表示されていて、レイヤーの欄には iPhone 13 Pro のフレームだけが表示されていますが、この上にマウスオーバーして左側の三角をクリックするとフレームが展開されて中のオブジェクトを見ることができます。それではシェイプツールの右の下矢印をクリックして、今回は直線を選択します。そしてフレーム上で左クリックしてドラッグしながら線を引いて、クリックを離すとこのように直線を引くことができます。そしてレイヤーの欄には新たにライン1が追加されました。この直線は両端の四角を左クリックでドラッグして自由に編集することができて、プロパティの欄で X のアイコンの上で左クリックでドラッグして左右に移動させたり、または W のアイコンの上でドラッグして長さを変更したり、あるいは角度を変更することができます。それから下に行って線の項目では、現在は黒で線が書かれていますが、この四角をクリックするとこのようにカラーピッカーが表示されますので、ここで好きな色をドラッグしながら選択してカラーピッカーを閉じて、そして線のオブジェクトの選択を外すとこのように線の色が変更されています。再度線をクリックして選択して、次に1の項目では線の太さを指定できますので4と入力してエンターを押すと、このように線の太さを変更することができます。線を引くときに縦に垂直な線を引きたいときは、シェイプツールから直線を選択してフレーム上でシフトキーを押しながら左クリックでドラッグしてクリックを離すと縦の垂直な線を引くことができて、再度直線を選択して今度はフレーム上でシフトキーを押しながら左クリックでドラッグして横に水平な線を描くことができます。次にシェイプツールの下矢印をクリックして楕円を選択して、これでフレーム上で左クリックでドラッグしながらマウスを動かすと楕円を描くことができて、
再度シェイプツールで楕円を選択して、今度はシフトキーを押しながら左クリックでドラッグしてマウスを動かすと、このように深円を描くことができます。この円の色を変更するときは、線のときと同様に塗りの項目の色のアイコンをクリックして、カラーピッカーで色を指定することができます。さらに線の項目をクリックして、ここで色のアイコンをクリックして、塗りの時と同様に線の色を選択して、それから線の幅を指定することができます。この時、レイヤーの項目にはこれまで書いたオブジェクトが表示されていますが、この順序はオブジェクトの重なりの順番を表していて、一番上にあるオブジェクトがより上位に表示されています。今このエリプス2というのが円のオブジェクトですが、エリプスというのは楕円のことで、これがすべてのオブジェクトの一番上位に表示されています。このオブジェクトを左クリックでドラッグして下に持ってくると、このように他のオブジェクトの下に表示されて一部が隠れてしまいます。このレイヤーの項目でオブジェクトをドラッグしながら上下に移動して、オブジェクトの重なりの順番を変更することができます。次にドローツールの下矢印をクリックして、ここにはペンと鉛筆の2つのツールがありますが、ペンを選択してフレーム上で1回左クリックして、次にマウスを移動して次の場所で左クリックして、このように連続した直線を引くことができて、最後にダブルクリックするとこのように連続した直線を描くことができます。それからこのペンツールでは、まず1回左クリックして、次に別の点で左クリックでドラッグしながらマウスを動かしてクリックを離すと、このように曲線を描くことができて、さらに別の点でも左クリックでドラッグしながら曲線を描くことができます。そして最後の点でダブルクリックして、これで曲線ができます。これをベジェ曲線と言います。再度ドローツールの下矢印から鉛筆を選択すると、フレーム上で左クリックでドラッグしながらマウスを動かして、このように自由線を描くことができます。それでは少しごちゃごちゃしてきましたので、レイヤー上でまず
一番上のオブジェクトをクリックして選択して、次に一番下のオブジェクトをシフトキーを押しながらクリックして、これで全てのオブジェクトが選択できますので、デリートキーで削除します。それでは再度、長方形を選択して、フレーム上でドラッグして、長方形を作って、このようにオブジェクトを編集しているときに、上のツールバーには3つのアイコンが表示されていて、左からオブジェクトの編集、コンポーネントの作成、マスクとして使用の3つの機能があります。オブジェクトの編集を選択すると、オブジェクトの編集モードになって、ここでオブジェクトの形を細かく編集したり、または塗りつぶしのあり、なしなどを選択できます。それでは完了をクリックして、編集モードを終了して、次にこのコンポーネントの作成ですが、コンポーネントというのはオブジェクトのクローンの機能です。同じオブジェクトを単純に複数作りたいときは、コピー&ペーストの機能を使って、オブジェクトをクリックして選択した状態で、まずキーボードのコントロールキーと C キーを同時に押して、オブジェクトをコピーして、次にコントロールキーと V キーを同時に押すと、コピーしたオブジェクトがペーストされて、オブジェクトが複製されました。今、オブジェクトが2つ重なっていますので、2つには見えませんが、レイヤーを見ると、2つのオブジェクトがあることがわかります。そこで、このオブジェクトを左クリックでドラッグして下にずらすと、このように、2つのオブジェクトが表示されます。コントロールキーと Z キーで元に戻して、オブジェクトを複製するときは、オブジェクトを選択した状態で、Alt キーを押しながら、左クリックでドラッグして下にずらすと、このようにオブジェクトを複製することができます。ここで作ったオブジェクトは単純に複製したオブジェクトなので、それぞれ別々に編集することができますので、例えば下のオブジェクトを選択して、塗りの色を変更すると、このようにそれぞれのオブジェクトを別々に編集することができます。それでは一旦このオブジェクトを選択して、デリートキーで削除して、そして再度このオブジェクトを選択して、このオブジェクトでコンポーネントを作ってから、これを複製するとオブジェクトの色や大きさ、線の太さやフォントの種類など、スタイルに関する編集をすべてのコンポーネントに適用することができます。コンポーネントの作成をクリックすると、オブジェクトが紫色で表示されて、これでコンポーネントができました。レイヤーを見ると、こちらも紫色で、レクタングル1と表示されています。このコンポーネントを複製するときは、コンポーネントを選択した状態で、オブジェクトのときと同様にコピー&ペーストで複製するか、または
オルトキーを押しながら左クリックでドラッグして下にずらすと、このように2つ目のコンポーネントができました。この時、元のコンポーネントをマスターコンポーネント、そしてマスターコンポーネントを複製してできたコンポーネントをインスタンスと呼びます。インスタンスというのは生成物という意味です。レイヤーの項目を見ると、マスターコンポーネントは田んぼの田の字のひし形のアイコンで、インスタンスは白いひし形のアイコンです。そしてマスターコンポーネントを選択した状態で、角のポイントをドラッグして大きさを変更すると、このようにインスタンスの大きさも変わって、そしてマスターコンポーネントの色を変更すると、このようにインスタンスの色も変わります。ここでインスタンスを選択してこの色を変更しても、マスターコンポーネントやその他のインスタンスの色は変更されません。そこでまずマスターコンポーネントを選択して、すべてのコンポーネントに共通するスタイルを編集して、次に個別のインスタンスを編集して、それぞれの要素を完成させることができます。今回は以上です。それではまた。